はい、おはようございます。早速動画見てくださったんですね。返信ありがとうございます。で、このね動画単体なんですけども、再生シリーズ、再生リストですか、こちらを用いるのはまあもちろんなんですけども、やっぱゆくゆくはねクローズドの場って言って登録しないと見れない世界に、まあね視聴者さんをどんどん、ね、誘導した方がいいと思うんですよ。これが特別感となり、より一層石井さんとねつながることになります。まあズバリ、まあ週刊中年ジャンプ特別編とかね、ダイジェストとかね、なんかいろんなスペシャルとかね、週刊中年ジャンプ Z とかつけて、これは登録しないと見れませんよみたいな、あのメールマガジンとか、それから LINE アットで、こちらから積極的に視聴者さんに最新のメッセージを送れるようにした方がいいと思うんですよ。そして肝心なのはですね、ここに登録するとたまにセールスがありますっていう前提を設けておくことなんですよ。そうするとお金を払うことを覚悟した人が登録します。つまりセールスがむちゃくちゃしやすくなるんですよ。結局どっかで石井さんのコンテンツを販売することになりますので、もう包み隠さずね、私はセールスをしてますよと。もちろん無料情報もどん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 出していきますけども、特別な時はやっぱりセールスがありますと、ビジネスやってますと、それは商品を購入した方にも損のない話ですっていうことをね、やっぱり分かってもらう必要があります。はい、ということでね、いいタイミングだったかもしれませんけども、今度はねちょっとすぐにではないんですけども、どこかでそういうふうに、クローズドの場をね、閉ざされた場を設けることをお勧めします。これがだから石井さんのオンラインサロンということになるかもしれませんね。まあ、やり方としては簡単なんですよ。まあ、メールマガジンとか LINE アットの方法はちょっとね調べていただくとして、その中で、常に情報発信するのは、例えばね株の動画があるでしょ、あれをまとめて、定期的に配信しますよってサービス、そして登録者だけにしか届かない動画をやりますよとか、ズームライブをやりますよとか、オンラインサロンミーティングをやりますよとか、そんな形ですよね。で、株の名言とかね、格言とかってたくさんあると思いますけども、まあ、そういったものも配信できますし、それから株とか投資に対する悩みとかをね、そこで聞いてみることができると思うんですよ。これもちろんね、高いレベルじゃないとできないってことはありません。つまりね、発信してる人と情報を受け取る人、受信してる人の差があるだけなんですよ。だから同じレベルでも全然構いませんのでね、できると思いますよ。あとはまあ今日は長い話になりますから、この辺にしておきましょうか。じゃあ返信ありがとうございます。まあゆくゆくはそういった形を取ると思っておいてください。